はい、皆さんこんにちは、マダリグリフィッシュです。では今回はパワープロ2020、今日発売になったこのソフト栄冠9でプレイしていきたいと思います。まあ最近はね、このパワープロはもう栄冠9しかやってないんですけども、なんとかね全国優勝できるように頑張っていきたいと思います。で、ここまでの設定なんですけども、監督名はワンダ、高校の名前は二次高校としました。まあおなじみの名前がずらっと並ぶ形ですね。で、新入部員リストです。で、清水、茂木。これがピッチャーですね。あと、白岩、内藤、水間、淡路と。キャッチャー、外野手。あとは、二遊間を守る内野手二人。合計6人ですね。入ってきています。まあ、ちらっと能力見ておきますが、まあ、当然といえば当然ですが、大した選手はいないですね。水沼だけ、なんかそれなりに使いそうな感じですが。では、これで新入生を迎えて、二次高校、全国制覇を目指して頑張っていきましょう。このあたりもなんかもう見覚えがある感じなんですけど、変わってますかね、この絵面。なんか見たことがあるね。そんな感じがしますけど。まあ、パワープロ自体はもう僕もかれこれ20年以上、おそらくプレイを確実にしているゲームなので、まあ、当然なんか、見覚えのあるシーンとか似たシーンとかっていうのはね、何度も見てると思うんですけど、栄冠9に関してはどうなんでしょうね。新しい要素が果たしてあるのか、それともないのか、まあ、そのあたりもね、最初のうちは注目してプレイの方はしていきたいと思います。さあでは早速ですね、始めていきましょう。このパターンもなんか見たことがある、見覚えのあるシーンですね。マネージャーも確か変わりましたよね。入ってきて卒業してという形で。まあ当然ですけどね。まあ、今年は残念ながら、甲子園はね、ないということになってますけど。プロ野球はこの前ね、開幕しましたし、まあ、甲子園はね、残念ですけど、まあ、せめてここだけでも甲子園で全国達成できるように頑張っていきたいと思います。新要素が何があるかというのをまずは注目していきたいんですが、どうやらスカウトっていう要素が新しく入ってきているようなので、まあ、スカウトで有望な選手をね、スカウティングすると。それでチームを強化するっていうのが、まあ、一つ新しい手段として用意されているもののようなので、まあ、そのあたりもね、うまく活用してやっていきたいと思います。では、まず最初なので、ノーカットでのんびり進めていきましょう。チームの方針をどうするかですよね。簡単にチームを見ておきますが、投手力、守備力、機動力、打撃力とい、まあ、当然ですけど一番低いですね。で、投手が2年生、1年生、3年生はいないですね。まあ、できれば、2年生、1年生中心に鍛えていきたいなとは思うんですけど、有望の選手がどれくらいいるかですね、あとは。小宮山がいるな。小宮山ってこれ、天聖プロの小宮山じゃないか。ロッテ、いましたよね、小宮山。負け運持ってんな。いや、これ絶対小宮山だよ、この顔。このサングラスにこのヒゲ面。小宮山がいきなり転生帯って書いてある。入部してくれたな。負け運持ってるっていうのはちょっと微妙ですけどね。続いて清水。あとは茂木かな、読み方は。堀越。弾道4。パワーは42。走力、肩力、まあまあですね。こうやって見ていくと、打てる選手がいるのかってところだな。ミートパワーがね、D ぐらいずつあると使えるかなと思うんですけど。イジューで合ってるかな、読み方。彼が、パワーが55、ミートが47、もうすぐ D に入るかなっていうところですかね。ただ3年生なのか。桜井はエラー持ち。要注意だな。こんなところですかね、選手としては。まあ、やっぱり当然ですけど、3年生の方が能力は全体的に高い。
小宮山が2年生なんで、いきなりね、2年間エースとして働いてくれそうなので、まあ、それは嬉しいかな。あとは、購入特典でもらった良質な土、あと機材お楽しみ交換券があります。このあたりは、おいおい使っていきましょう。じゃあせっかく小宮山がいるんで、投手力を鍛えたチームにしますか？なので、そうだな。投手を中心に鍛えていきましょう。ここは投手陣のチームということですね。そうか、成長のね、パターンみたいのも決められましたよね、確かに。この時もしっかり見ておいてもいいかもしれないな。進行アイコンの数字、これは練習の強度でしたよね、確か。なので、まあ、うまくサイコロのように、止まりたいマス目の練習をね、引いていく。踏んでいくっていうことになるのかなと思います。で、練習確認、練習設定、ここだよね。小宮山。小宮山はそうだな、小宮山の練習を次変えていきましょうか。まあ、今はね、ちょっと変えられないと思って、変えられるタイミングで今全員お任せになってるので、進めたいところに進んでいきましょう。このマスってなんだっけな、なんかあったよね、練習試合だっけ、特訓か。 OK だ。特訓は効果が確か高かったですよね。誰を鍛えるかな。森本パワーあるし、森本を鍛えましょう。そうだな、チャンスメーカーとか欲しいかな。まあ失敗することも結構ありますけどね。8割型失敗する気するけど。で、ちょっと1を使っとこう。で、分岐するパターンだな。では、どの分岐使うか。まあ、これ見る限り上に進んで1、5と踏んで黄色を踏むのが無難かな。この先何があるかはね、もう本当にそれこそわからないので。5を1と踏んで、確実に黄色を踏んで、緑で回復だったと思います。それで行きましょう。ここまでで確実に緑が踏めますからね。まあ、スカウトにでもなっとけ。とりあえず野球の仕事したいだろう。移住は、それなりに能力高かったですからね。で、スケジュール緩和指南書を手に入れた。どんなものかは見ておいてもいいかもしれないな。緩和ってどう緩和してくれるのか、数字が緩くなるんですかね。例えば5だったものが4になるとか。まあ、せっかくなんで見ておきましょう。数字アイコンで1下げます。そうですね。じゃあ、ここは3を踏んで体力回復します。確かね、強豪校になってくると練習のカードが増えた気がするんですけど、まだそういう、まあ、イベントというかね、そもそもレベルが上がってないので、このままのんびり進めていきましょうか。5が2枚あるので5をとりあえず使うでしょう。で、日月と赤が並ぶので、あそこ赤踏みたくないですよね。ネガティブなイベントが起きるはずなので。ここは2を踏んで、勉強をして一気に、この、赤マスを飛び越えましょうか。もう一応ね、僕もね、少年の頃は野球をやってたので、野球は前からずっと好きなんですけどね。最近はね、ちょっとプロ野球を、地上波で、ほとんどやらなくなったんで、プロ野球ニュースで、
で、まとめてね、結果だけ見るとかっていう見方をおっしゃってるんで、選手の名前がね、ちょっと追いついてこなくはなってしまってるんですけど、これはタイミングタイミングでね、ちょっと見ていかないと選手がね、全然出てこないんですよね。で、小宮山が球速137、コントロール70。球速をもうちょっと上げておいてもいいかなっていう感じはしますね。では、ちょっとこのまま時間を進めていきます。はい。では、練習試合が組まれましたので、練習試合をプレイしていきましょう。で、練習の方なんですが、小宮山はですね、まあ、エースであれば、まあ、高校生といえど、最近強豪校だとね、おそらく140キロ後半ぐらいを投げてくるピッチャーもいるんじゃないかなと思うので、球速をアップしてもらっています。まあ、小宮山はコントロールもあるし、あと変化球も多彩なので、あとね、球速を上げてもらおうというふうに思ってます。で、練習試合の前に、まあ、残念ながらですね、うまく回復マスを踏めなかったので、少しみんな体力がね、少ない状態にはなってしまってます。これが少し心配なポイントにはなりますが、初めての僕が指揮を取る試合になりますので、練習試合とはいえ、なんとか勝てるように頑張っていきましょう。さあ、今日の張り切りボール、森本高木、柳谷、いや、誰かわかんねえな。ここはでも森本に任せますか。ヒチョリではなさそうですね。肌の色的に。ヒチョリはね、結構色白でしたもんね。オーダー変更一応確認しますか。優秀な控えがいればというところですけど。そうか、奥平、奥平、三塁手。そこそこ使えそうだけど、桜井も結構能力高いんだな。では、これは代打の切り札として使いましょうか。じゃあ、スタメンはこのまま進めます。まず、この練習試合で、スカウティングの話が出てきていない以上は、評判を高めて、いい選手が自ら入りたいと思ってもらうところに持っていかないといけないですよね。で、お祭り男持ってるんだな。ワンアウトランナー二塁。ワンアウトでしょ？ここは、ヒチョリの能力がわからないですが、ミート対応の積極打法でいきましょう。一応ヒチョリの能力は見ておきたい。処理がミート D パワー D、 特殊能力の発動がなしであれば、ここは流し打ちで確実にランナーを三塁に進めてもらう。ミート対応で積極打法で流し打ち。ストレートは130キロか。ワンエンドワンから3球目。これはスローカーブですね。内角のスローカーブの後はアウトサイド、アウトローに直球。そうだよね。そしてここはシンカーで空振り三振。それなりに変化球多彩でしたね。続いて森本。ここはセンター返しかな。インコースに速いボール。結構際どいというか、当たりそうなボールでしたね。全力ストレートとかあるんだね。で、スローカーブ。緩急の差を使ってくるピッチャーなのかな。ここは打ったけど、ショート正面。0対0で来ている小宮山が自ら点を取るしかないぞ。黄色い声援を使う。味方全員調子が上がる。ワンアウトランナー二塁一塁も使っちゃおう。で、お任せが一番確率が高いって言われてもな、監督としての仕事を放棄するようなもんだからね、お任せって。
2球続けてストレート。ここはスローカーブ狙っていこう。お、ファールだね。スローカーブに最後は空振り三振。これもお任せがさ一番確率高いってちょっとな、監督としてはどうなんだっていうのありますけどね。シンカー、スローカーブ、ストレートが140キロですね、この竹谷、富塚君は。4回の裏、先制点が欲しい。頃合いだけど、ボテボテの当たり。これで、0点。で、ピンチ。チャンスの後にピンチありか。ノーアウトランナー、二塁一塁。ここは低め中心。小宮山といえばやっぱ変化球低めに集めるイメージありますからね。低めでいきましょう。ちょっと高めにふわっと浮いたスライダーですが空振り。ワンボールツーストライクから4球目。これゲッツーとか取れる守備力ないからね、このチームには。確実にアウトカウントを一つずつ取っていく。スプリットの後は緩急重視。よし、中畑がいるな。これ中畑って絶対あの中畑ですよね。初球はストレート、続いて低め中心、スローカーブ、これが抜ける、セカンドが取って、あとファインプレーだね。で、ノーアウトランナー一塁。ここは送りバントを決めて、確実にスコアリングポジションにランナーを置きましょう。で、ツーボールノーストライクなんで、ここは1球待ちます。よし。ここも待つ。これで待って、まあ、もう一球待たせたいなぁ。いや、これは真ん中のストレート。しょうがない。送りバントという選択肢はないので、センター返し。全力ストレート。まあ、結果的に送りバントと同じですね。当たりがボテボテだったので、助かりました。で、4番のイージュ。彼はね、能力高いですからね。チーム唯一のミートパワー DD。シングルヒットでセカンドランナーが帰ってこれる足があるかどうかだ。これはちょっと球威に押されたかな。センターへのちょっとしたフライになっちゃったな。チャンスに強くしてヒットエンドラン。これは落ちないか。おお、 OK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  新庄みたいな感じでしたね、今の取り方。スライディングキャッチ。さらに、ツーアウトランナー三塁二塁。くせ者ぶりを発揮してもらって、転がして、一二塁間を抜ける。当たりがしょぼすぎたかな。まあ、ただ小宮山なんでね、このまま0点で抑え切ってくれれば、そのまま勝ちにつながりますから。二塁ランナーは？足は、まあ、D か。D だったらシングルで帰ってこれる可能性はありますね。小宮が自ら追加点を取れば、自分のピッチングが少し楽になると思うんで。打った！これは大きいぞ。帰ってこれる。小宮は自ら2点タイムリー。二次高校練習試合とはいえ勝ちたいからね。もうここは決め事ではあるんですけど、一応甲子園優勝するまではプレーを続けていこうかなと思ってますんで、まあできるだけ早くね、優勝をしておきたいなと。でも優勝した後やめるとか続けるとかっていうのは、まあその時に決めればいい話なんで、まずはね、優勝を。シンクの優勝旗を、もう虹に、ゴーゴーバーに持ち帰りましょう。全力ストレート。低めのね、膝元の直球は難しいですよね。
これはセンター前タムリー。スローカーブかな。これで3点目。ピッチャー2人目の鶴岡に変わってますね。ここはセンター返し。ストレート124キロ。なんか速く感じるな。124キロ。スリークォーター気味に投げてきてますね。これもセンター前落ちるか。いや、これはショートが追いつきますね。ツーアウトランナーが一塁という場面でしたが、そのまま終了です。ここは送りバント。いや、引っ張りでいこうかな。これ見るとね、送りバントが4になってるか。じゃあ確実に送りましょう。うまい。これ一塁セーフじゃないか。なんとか。足がもうちょっとあればね。あるいはっていう場面でしたね。これでワンヒットで、当たりが良すぎたかな。ただ二塁ランナーは三塁に進塁してます。もう一点追加点入ると、まあ、残り8回、9回と考えると、初戦、練習試合、勝つっていうね、それが見えてきますけど。ここは一球見ましょう。真ん中のストレート。これはパームボールか。高校生でパームとか投げる人いるのかな。これは一塁がうまいですね。もう抜けててもおかしくないような一塁線の強めの当たりでしたけど。さあ、小宮山。球数が83。8回表。ここはストライクバンバン取っていきましょう。3点リード。8回で3点リードあれば。まあ、安心の点差ではないですけどね。残りのピッチャー陣を考えると。まあ、球数を節約したいので、ストライクゾーンで勝負。9回表です。小宮山の完投できるかもしれないな。低め中心でいきましょう。ここは一塁アウト。低め中心ですね。小宮山の持ち味というかやっぱり低め中心。これはいい反応を示しましたね。小宮山がキャッチして一塁送球。彦坂か。なんか名前かっこいいよな。もう僕の名字がすごく平凡な名前なんで、かっこいい名字には少し憧れちゃうんですよね。さあ、初戦は勝利で抑えています。で、能力的にはみんな上がってるよね。小宮山も信頼度が上がってるのか。信頼度よりもなんか球速とか上がってほしかったな。あとスタミナね。はい。というところで、まあ初回なのでね、少しのっきりめに進めていきましたが、次回以降はですね、ポイントポイントだけ、抑えて、試合中心にプレーの方はしていこうかなというふうに思っていますので、ぜひぜひ、この二次高校がね、甲子園に出場、そして優勝できるように、いろいろと皆さんからですね、応援とかアドバイスいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。